どうも。なんか毎日アイドルは終わってないじゃないだけど毎日アイドルは終わらせてあるんですけど、来ました、来てみました。本日2度目レッスン場にいます。イエーイ。ラララララ夜もやると思わなかったね。そう、でもなんか夜も待ってる人がいたから、15分は昼に経過してるからやんなくていいけど、10分ぐらいご挨拶しようと思って。ルートさん1400回目の訪問だって、すごすぎありがとう。なんか最多訪問ぐらいな回数を見た。1400はえぐ、ありがとう。1400回、そして今日もありがとね。ララ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 、公式の YouTube でよく見るレッスン場、そう、そこ貸し切りです。毎日夜貸し切ってる最近負けないで、切実ウォークの太陽ね。レッスン場紹介したいけど、一応背景をなんか白っぽくしている2日間楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは、イエーイ。こんばんは。遠くからナース服着見て悶絶して、遠くから来てよ来てよ。握手名乗り忘れたことを反省。え、逆にそうやって今言われたことによってちょっと一致してるかもしれない。名前聞いてないけどショールームの内容を通じてるなっていう人ってやって頭の中ですり合わせるのよ、こうやってこんばんは。初めて握手できてよかった、ありがとう。握手し忘れたけど楽しかった。え、思った、握手さ、でもさ、もともとあんましてなかったよね、前からあとね、本当に握手っていう握手が初めての人もいて、なんか分かんない、感覚が分かんないって言われたお疲れ様。なんかまだまだ体力あり余ってますって顔してる。え、そう、元気、今日は元気、今日は今日ね、昼に15分やってるから今15分経たなくて大丈夫な感じです。まだ今日も電波悪いけど楽しかったですありがとね。残念ながら外れれ人生で数えるぐらいしか握手したことないです。え、それな、友達とも握手なんてしないじゃんね。電波良くて外れないっちゃう。握手会ありがとうございました。握手初めてでした。え、そうだよね、ありがとう。 Thank you 泣いた握手会楽しかった。なんと再販中。え、そう、今再販中です。最後の思い出をみんな作ろうぜベイベーという感じで、ぜひお願いします。待ってます。再販やってます。今日メイクが濃いっすね。ハロウィンのコスプレするから別に濃くてもいいやと思って塗りまくってたら顔がピンクで、何の音、なんかビルの上を電車が走ってったような音がしました今やっほー、銀子さんも外れちゃった。あうん再販やってます。再販やってるよ。思い出作ろう。かわいいナースさんでした、ありがとうございます今日来られなかった方、インスタと
載ってます。トゥ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 ラララララララ。そういえばシワはなんとかなったのか、なんか着てみたらなんかもう着たらシワじゃんみたいな感じでなんとかなってた。あんまり指摘はされなかったよ。もともと昼の配信見てた人になんかそうシワなってるとか言われたけどそう普通にはね指摘されなかった。え、なんか知らないけどさ、レッスン場のなんか上高速道路とかなってる知らんけどレッスン場の上高速道路かなんか想像のはるか上の上くらい本能だった。え、嬉しい、ありがとう。ちゃんと前髪分けして、前髪多めに前に出して、でそうヘアゴムで縛った。はい、お、誰かがいる、マネージャーさんかな、わかんない、警備員さんかな、メンバーではないよねこの時間に。怖っ、ね、これ知らない人だったら一番怖いけど怖くない、知らない人とレッスン上で二人っきりは死んじゃうそんなことはないね。そう、あともうちょっとだからね、日付変わったらもう明日になっちゃう、そうになっちゃうから、僕たいとりあえず今ねアンコール全部そう入れて位置入って、そうね、夕日レイダウン、なんだっけ、ビンゴ、僕の対応は完全に入ったなという感じでやってるんですけど、あとこのあとまたオープニングと中盤通して、その後はちゃんとユニットを固めます。んで明日はちょっと早めにレッスン場入って固めてリハやってって感じかな。頑張ります。ニックさんタワーありがとう、嬉しい、ありがとう、やーわーいわーい、ありがとうございます。そうなんです、ちょっとレッスン場貸し切らせていただいて、さすがにこの時間にね他にいっぱいいるわけはなくて、貸し切らせていただいて集中してやってます。頑張ってね、体調悪いので先に寝ますって、大丈夫ですか、お大事に。みんないつもの58分になったらコメントしてほしい コスプレ楽しかったね。ね、ファンの方も何人かコスプレしてくれてたんだけど、みんな面白くて最高でしたお疲れ様、ありがとう。ちなみにナウありがとう。来週東京25度、暑くね、やば夏やん、やば、え、半袖しまったけど遠巻きで本能茶器見て良すぎてマジで声出たね、来てよやば、今日はありがとう、あーありがとうね、ねーありがとう。そうなんかね、そろそろこの時期ぐらいになってくると私と対面で会えるのが最後かもしれないとか、次会えるかわからないっていう子が方が出てきちゃうのよ。そうだからなんかね寂しいだけど思い出に残る楽しい時間がみたいな、そういうなんか切ないみたいなね、そうこれから出てくるんだなって思った今日だったの。泣いちゃうよ、泣いちゃったもん今日私マジで、その話を聞いて そう、でもなんかそれぞれ一人一人と思い出がねいっぱい作れて、やっぱりリアルはいいなって思うね。
修行やろうよね、ほんとそれな、修行。 JK 眠り姫とかあれ以来踊ってないけどね、君が思ってるよりとかやったけどさ、なんだ JK とあと何やってないかな。そばかすはでもイベントとかでやったけど、そうだね、やってない曲いっぱいあるわ。ニューシップとかもやってない、あれ以来57分ありがとね、すごい P4 ふぃー、激夏い、ほんとにそう、懐かしいね、修行中公演。なんかレッスン場マジでいろいろ通るなね。いやー、あ、58分になった、ありがとうございます。いや本当に周り家にいる時みたいな音するけど、やばすぎ。私何時まで今日ここレッスン場で頑張るんだろう、イエイ、わかんないけど、もうここ数日間は夜中に割り増しタクシー課金です。高いけど仕方ない、時間をこうやって買って生きていくんだ俺はここで寝るは嫌だな、メイク落としてお風呂入って寝たい頑張ります、もうちょっと、もうちょっと頑張る、もうちょっと頑張ります誕生読みます。13ゆうちゃんありがとう、12よなじゅんさんありがとう、11わいさんありがとう、10位最新型ポンコツさんありがとう、9位きみさんありがとう、8位ひでさんありがとう、7位ウォリンスキーさんありがとう、6位村上さんありがとう、5位ヤンさんありがとう、4位まだ今日も電波弱いけど楽しかったですさんありがとう、3位焼きそばさんありがとう、2位ゆきんこさんありがとう、そして1位はニックさんありがとうございました、イエーイ。あと超余談なんだけど、この2日間裸眼だったんだ、カラコン入れなかったっていう余談でした。ナチュラル思考、バイバーイ、じゃあね、超余談超余談、バイバーイ、おやすみ。バイバーイ。もう何分か分かんない。